恋愛探偵サララ第3話ヒント動画です。ぜひ本編からご覧ください。ヒントが見たい方のみご視聴ください。では参ります。問題文には意味のあるようにしてみようと書いてあります。四字熟語とは限りません。例題の3つが四字熟語なので問題も四字熟語と思ってしまうのが心理的罠です。このヒントで再度謎解きを楽しんでください。